2018年度から2021年度の乙女に掲載されています。ジェンヌさんの出身地、母校、皆様の記憶残ってる映像から構成されています。年代に関係なく、トップコンビさんの映像があれば公開したいと思いますので、よろしくお願いします。我が町が、だからジェンヌさんの出身地だとか、同じ出身校だというのは、ちょっと誇らしいですよね。今回は、佐賀県と長崎県出身のジェンヌさんを空から探索しました。秋頃に西九州新幹線が長崎まで開通します。翡翠さんのふるさと長崎市も近くなりますね。気にされた方はお入りください。やだ、もう右に取ってもらって